ありがとう。見たかったです、その笑顔。戦術とかもありますけど、気持ちを見せれる試合をしたかったんで、チームがこういう状況の中で、まあ、自分の得点ももちろん嬉しいですけど、まあ、3得点でチームが勝てたことが本当に何より嬉しいです。頑張ってください。向上してきたんでしょ、1週間 GGR 見たよ。
頑張れ。自分たちは苦しい状況だったので、なんとしても、今日ホームサイスターで勝ち点3をもぎ取るという気持ちで、チーム一丸となって戦ったので、結果がついてきて、すごくホッとしています。いいゲームでしたね。ありがとうございます。やっと勝てました。はい、ありがとうございます。やっと勝ち点3。今日としても今日は勝ちたかったので、その気持ちが今日の試合すごい伝わってて、まあそれが勝利につながったかなと思います。まあ親にプレゼントしたいなと思います。もうみんなと行きたいぐらい。いやもうこんなに大勢のサポーターの方たちが来てくれて、はい、逆にすごい後押しされて、そうすごい良かったです。もう味方についてくれた感じがします。